モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。そしてなんといっても今現在このモーニングジャムはウエストで冬のうどん祭り開催中。ありがとうございます。ありがとうございます。肉がドーン、エビ天がドーン、そして紅白の揚げ餅がビローンという肉エビ天のパワフル福来たるうどんが690円。はい、1年頑張った自分へのご褒美贅沢うどん。あの肉のうまみが染み出したお出汁をすすってエビ天さっくりいった後うどんつるつる、揚げ餅ハフハフしながらうどんつるつる、今年も1年いろんなことがあったなとしみじみしながらゆっくり味わってほしい一品です。はい、それからもう一つの中地メニューはエビ天イカ天が乗っかった熱々贅沢天ぷらだし茶漬け、略して中地の天だし茶漬け。さっきわからんちんがですね、ご飯なんだって麺だったらうどんだろうってあのほかほかご飯の上にエビ天イカ天、それからナスとかぼちゃの天ぷらまで乗っけて、野菜は白菜、春菊、人参、そこに海苔、ネギ、大根おろしにわさび、そして熱々のだしをさーっとかけて、天ぷらにはかけないでくださいね。その後に天ぷらさっくりいった後うどん、あ、うどんじゃない誰がうどんやね茶漬けサラサラ、呪いが天ぷらさっくりいった後茶漬けサラサラ、途中からねあの漬物を入れたりとかね、はい、それからあの天かす入れたりとかネギ追加したりして味変させて食べるもよしということなんで、本当に美味しいメニューが仕上がりましたんで、皆さんぜひどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあそれではね、今日届いたおもろい家族紹介していくことにしましょう。はい、まずはねこちら女性の方、みちこさんですね。中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。うちの困ったじいさんの話、じいさんつまり旦那さんです昨日職場で腕をかきむしったらしく、そこが赤く腫れてヒリヒリするとのこと。何やら薬箱をゴソ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 しながら塗り薬を見つけて塗っておりました。よく見るとその塗り薬というのがロキソニンという薬、そう筋肉痛なんかの薬なんです。切り傷には塩をすり込むようなもの。案の定主人の傷はうわーうわーっと我慢しているんですけれども、ますます赤く腫れて痛いはずなのにじっとうわーと耐えてる様子だから私がこれ違う薬やん、書いてあるやろと言ってもなかなかそれを認めず、いやいやこれでと認めない主人。娘は横から笑いをこらえておりました。頑固な主人ですが、駐車場の運だけはすごく強くって、どんなに混んでいてもいいポジションで場所が空くんです。すごい、もうほんとこういう人いますよねいやこれね、全くもって、関連性がない2つの文章が妙に面白かったんですよこんな頑固な主人ですが、駐車場の運だけはすごく強くって、どんなに混んでいてもいいポジションで、あっていうこといいよ ね、 ねあの駐車場はね、なんていうか遠くに止めるのをものすごく嫌う人いますよね。います、います。歩けよそんぐらい、ね、いいじゃんかと思いますけどね2キロも3キロも歩くわけじゃないぞですよ、うちの主人です。あ、そうですか。何周回るんですかね、近いところに止めたいから何周回る、もう私一番遠くでいいのにと思うんですけど、待とうとするんですよ。あ、本当。でも全然開かないから一番駐車場運が悪いんだねそうそう、だ友達にも見かけられてました、あなたの旦那駐車場何周もしよったよって恥ずかしい、ね、超恥ずかしい、ね、いやこれね駐車場はまあね少し歩くねえ、本当ですよ、私一番遠くてもいいのに僕もそんなにそんなに遠いのというか止めやすいところの方がすごくいいなって思うんだけど、ね、無駄です
ですよね、待ったり回ったりする時間が。だと思う。さあそれからね、これいきましょうか、男性の方からいただきました。中地あっちゃんおはようございます。おはようございます。母の話、はい、親戚の結婚式のため私は前日から実家に泊まって家族で式場まで行くことになっていました。当日の朝ワイドショーで女優や元バカ殿の側近タレントの薬物事件が取り上げられてて、母が NHK も大変ね、マーシーはもうダメなどと言っておりました。まあどこでもそういう会話になってたでしょうけどね、うんうん、さらにそのワイドショーでインフルエンザで学級閉鎖というニュースも取り上げられてて、母が早く予防接種しないかんねと言ってました。でその日の昼結婚式本番、親戚一同で集まる式場で一人見知らぬ男性が誰かなと思っていると、なんとその男性は新婦の兄だったんです。私の知ってる新婦の兄はお相撲さんのように大きな体だったんですが、1年そこそこ会わないうちに激痩せしてて、例えて言うなら安田大サーカスのヒロさんのようにダイエットしたみたいなんです。聞くところによると40キロぐらい体重が減ったそうで、急激に痩せたもんだから目がくぼんで頬がこけて少し病的な感じ。しかし当の本人は痩せてからすこぶる体調がいいということでご満悦。しかし太ってた頃の汗っかきっていうのはもうずっと痩せても続いてるみたいで、終始ハンカチで汗を拭いている新婦の兄、そんな姿を見て母が、あら40キロも、そうしたら私一人分ぐらい痩せたんやないねと、この前やっと60キロ切ったよとか自慢してたくせに何言ってんだか。ここからが母の トークが炸裂。母としては話題を変えたつもりなんでしょうが、間髪なく喋るもんだから周りの出席者たちがまだダイエットの話をしていると思っています。そんな状況で母は朝のワイドショーで取り上げられていたインフルエンザの話をしたかったようなんですが、真剣な顔してあれ打ったあれと肘の内側に注射を打つジェスチャー。母としては予防接種のことを話したいんですが、その時インフルエンザの予防接種という言葉が出てこなかったようで、ジェスチャーでその新婦の兄に伝えたかったみたいなんです。さらに今ほらニュースで取り上げられよるやろ、あんたも気をつけないかんよあれあれと必死に自分が言いたいことを伝えようとしている、そう肘の内側に注射を打つジェスチャーで、私は母とは長年の付き合いなのでインフルエンザのことを言いたいのだと分かっていたんですが、インフルエンザよりも沢尻エリカ逮捕のニュースが話題になっていたんで聞き耳を立てていた周りの出席者はギョッとした様子、激痩せし目がくぼみ頬がこけ大量の汗をかいている、そういう男性に対して肘の内側に注射を打つジェスチャー、今ニュースでありよろうが気をつけないかんよというのはアウト。さすがに私は大きな声で、ああインフルエンザの予防接種ね、流行り始める前に打たんといかんけんねとフォローし、母の、留め袖の帯を掴んで席に戻しました。いやー本当にもう何言い出すかわからないうちの母、新婦のお兄さんごめんなさいというね。なるほど、大事なとこが抜けてね、これこれっていうね。痩せてるから不景気ね。以上おもろい家族のコーナーでした。モーニングジャム